では続きをやっていきましょう。今回はどこに行けるかな。まだかな、まだかな。で、エフェクトを6つ集めて、で、鍵を3つ手に入れようと。今日はこのなんとかラブソングはいいか。まだ出る気にはなれません。とりあえず寝ましょうね。3つ数えて眠る。伸び伸びた。あ、背景は結構変わるね。この前はキラキラのお星様だったけど、まあ、ここは本家と同じくランダムで変わると。特に何か要素があるってわけではないかな。そしてベッドに入るとかはないね。座れたりはしないんだね。テレビも特に変わりなく、お部屋の方に行きましょうか。まだ進んでないところは、ここはこの前進んだんだっけかな。こっちは、こっちのドアは、あ、ここはまだ進んでないね。とりあえず目の前になんかボス的なやつがいるけど、君がここのドンかい。お、パチクリパチクリさせてる。しかし何もないな。みんなこっち、みんな状態だね。おお、入り口の向こう側に一番怖いやついた。ちょっとなんかこれはなんかキャラクター的なね、目で可愛いけど、あっちの人的な、あれじっくり見てるとちょっとギョロッとかするとか、そういうのないよね。とりあえずなんか進めそうなドアを探そうか。エフェクトらしきものは多分目立つだろうからね、すぐ見つかるとは思うんだけど、いれば。お、ここにもなんかいい男が。やらないか、そんな目をしてる。いい目をしてやがるぜ。これは移動するやつではないかな。このパチクリさせてるやつはちょっと他とは違う目の輝きを感じるけど、これも人の目か。お、こっちに奥に行けそうなとこあるね。あ、あっちにも人の顔がある。そしてドアが見つかったね。床にも目玉が。お、こっち見てる、こっち見てる。やめて、窓付きのスカートの中覗かないで。まったく、この野郎。ピシッ。窓付きの体重でも、お、ここは窓付きの体重でもあいつはやっつけられたはずだ。本家でもなんか似たような感じのとこは、ここって、うわ、やばい、嫌な予感を感じた。本家のここって嫌なやつがいたじゃないですか。いるのかな。どこまで本家の、本家夢日記の出てきたキャラクターとかそういうのを取り入れてるのか。そしてうにょうにょと光っているね。うわ、ああ、血の滝なんですか。お、入れる。滝行はできないと。ここはまっすぐかな。とりあえずまっすぐ進んでみよう。次は青い普通の滝が、ああ、右にも左にはない。どっち進む。右行こうか。ああ、ドアがある。これは迷うな。ちょっと一通り進みたいけども、奥にも結構あるし、まあ、とりあえず見つけちゃったんで、見つけた扉のところ入っていこうか。気になるな、他のところも。でもこの扉だいぶ嫌な予感がする。このまがまがしい感じ。はいはい。はいはい。はいはい。これちょっと、まあ、別のゲームの話になりますけど、某グランマが最終形態になった時を思い出すよ。で、ここは入りました。お、また目で。そして BGM ない。あ、なんかドアが大きいというか、何ですかね、これ。ネズミぐらいの大きさになってますね、窓付きが。で、これなんか猫の目のような気がする。で、このちっちゃい穴から、多分こっちからはいけないってことでしょう。届かないしね、蝶つがいとかも、ブチッて挟まれそうだし。こっから入り、誰かのお家なのかね。あ、なんか目が、ちょっとギランとなってくる。やめてやめて。このキーンと音やめて。ちょっと。何かを刺激する。怖い怖い。ヘッドホンの俺、苦しい。そしてここは病院かね。これ点滴だもんね。とりあえず、窓付きが小さくなってるっていう感じではあるけど、あっち側に、穴は、おや？進めるところが、ないのかな。さっきのところに戻んないとダメかな。
住めそうなところは、あのちっちゃい穴が開いているはずだしね。この部屋は何もないのか。あっちのドアをちょっと叩きつつ、ここはさっきのところにつながるのかな。とりあえず戻り、あのキーンが嫌だな。やめたまえ。これはきつい。ちょっと、きつい。しかし何もない。退散するか。何かがあれば、また来たいところだけども。エフェクトかな？エフェクトまだモノクロしかないんだよね。確か。とりあえず戻り、さっきの滝行の部屋に戻ろうか。とりあえずこういう部屋があるってことを覚えておきつつ、滝の部屋に来た。そしてこれは灰色、そして茶色い、汚水の滝行。ちょっとそれは嫌だな。この先に多分進むところがあってくれれば。あ、なんか左奥で光ってるね。見えるかい？ちょっとチャプチャプしつつ、あそこは何でしょうね。とりあえず扉、いや、ろうそく。明かりだったか。この先。ちょっとムンクの口っぽいね。ムンクの叫びの口っぽいところが。お、何この、きらびやかな、ダンスホール。窓付き、インザ、ダンスホール。窓付きと、あいつらの、ダンスバトルが今、繰り広げられる。タイミングよく、ボタンを押して、ダンスを決めろ。コンボをつなげると、歓声が上がり、ポイントが増すぞ。何のゲームだろうね。そしてこっちに進み、多分ここ落ちちゃうだろうから、まあそんなね、落ちる心配はないけども、落ちたらまた戻るのがめんどくさいんで、とりあえず普通に進みつつ、あー、行っているそばからこの視点変更が。誰だね君は。初めて人っぽいのあったけど、ここは宇宙船かい。宇宙船といえばセンチメンタル小室マイケル坂本ダーラ先生とかが有名ですけども、墜落するのかいここも。俺はカタ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 カッと、いろいろいじり。とりあえずこいつに話しかけてみよう。船長かい君は。なんだ、何もないのか。それとも時間経過か。お、ここも登れるのか。こっち見てる。これはもしや確率で、ドアっていうか、ここに入って、確率で、どこかに不時着というか到着というのがあったりはしませんか。とりあえず座って待つ。クリックしてもジャンプしても特にないね。もうちょっとだけ入る出るを繰り返してみる。夢日記のノーヒントはなかなか難しいぞ。ん？音変わった？気のせいかな。まあこうやって手探りで楽しんでいくのも夢日記の醍醐味だな。で、何もないのか。多分全く関係ないけど、モノクロ使ってみますか。8ビットもあるか。何を忘れてたんだ。すっかり忘れていた。ちょっと効果音対決。それもなく。モノクロって結局どうなんだろうね。あいつんとこ戻るだけかな。ワープだよね。ほら、またこいつんところに来ても俺は別に何も楽しくないんだけど。こっから、あ、落ちた。あ、落ちたけど、ブレイブメンロード落ちたけど、せ押されてもいないのに落ちちゃったよ。これはもう部屋から戻った方が早いかな。バックのウェイクアップ、つねる。